いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらの板になります。はいね、こちらの板、当チャンネル、ここのね、トラックの荷台で作業するときに、はい、たびたび出てくるものとなりますが、ここにね、立てかけてるものとなります。はいね、今回ね、こちらのご紹介をしていこうというのは、まあ、たびたびね、これ作業中に、こうね、触れると、はい、落っこっちゃうというのでね、はい。落っこっちゃうから、こういうね、板を当てて、はいね、こうやって、はいね、そちらにはね、行かないようにはなるんですが、どうしてもね、ちょっとこう、引っかかっちゃって、こっち側にね、落っこちるというね、場面がね、たびたびありまして、まあ、撮影をね、してる時にも落ちたというのをね、何度か皆さん見たことあるかなと思いますが、はいね、っていうのもね、今後ちょっとしたくないので、はい。ね、新たにちょっとね、作ってみましたということでね、サイズが400。はい。で、125。123ぐらいですかね。まあ、おそらくこの板もね、この板と同じものだと思いますね。ちょっと幅がね、全く一緒なんで、はい。これをね、こう、あったやつをね、カットして、ちょっとね、即席で作ったよということで、これのね、まあ、同じものかなと思います。はいね。倉庫の片隅にね、立てかけてありました。で、これのね、役割というのは、はい。ね。まあ、最大積載量。あとね、ナンバーと。ね。ちょっと撮影中に、まあ、それがね、視界に入るのもいかがなものかなということで、ちょっとね、立てかけるようにしましたと。ね。別になんかナンバーを隠したいとか、そういうわけではありません。はい。で、ね、視聴者様からもね、あれ、なんか今回立てかけてないぞっていうね、こともね、ありましたんで、まあ、それはたまたまね、忘れてたのかなとも思いますけども、まあ、今回ね、まあ、こちらね、落ちないようにするのと、ね、ちょっと、まあ、その辺、いろいろ考えて、ね、細工しまして、もうすでにね、作りました。はい。ね、まあ、手がね、まあ、ささくれでね、痛くないように、ということでね、面も取りましたし、はい。ではね、フィッティングしていきましょう。はい。ね。で、ここね、削ってるのは上だよっていう印でやってます。はい。もうね、はい。こんな感じ。ね。もう今、いい音しましたけど、音というかね、はまる音ですね。はい。でね、まあ、裏を持って、どちらでもね、OK と。で、左右、どちらも、当然ね、OK だよと。OK じゃないかな。はい。OK ですね。はい。いう感じで、はい。押してもいかない。引っ張ってもね、引っかかっても、まあ、引っかかってもなんか動きそうな感じはしますけどね。今ね、これカチッとはまってますからね。はい。ね。前回みたいに、ちょっとこれ幅違いますけど。ね。これとはね、雲泥の差。ね。これもこれだけですからね。あっという間にも外れちゃいます、ということなんでね。はい。よいしょ。ね。まあ、こんな感じで、はい、ね、もう一度、400ちょっとと、ね、123ですけどもね。あと、ここの、ね、ちょっとボルトの部分だけ、マルチツールで、ちょっとね、下手くそですけども、切り替えて、はい。ヤスリでね、ゴシゴシして、はまるようにしました。よいしょ。はいね。いいですよね。はい。で、今回はね、ちょっとまあ、ホワイト、こちらね、で、塗ろうかなと思いますね。トラックのこのね、煽りが白ですから、まあ、白の方がいいのかなと。まあ、すぐね、汚れてしまうかなとは思いますけどもね。はい。ということでね、もう、今まではもう簡単に外れてたものが、しっかりね、はい、固定されたよと。そして、しかもね、すぐ、まあ、すぐっていうか簡単にね、外れるよというようなところで、はい。まあ、ちょっとね、緩いかなと思いますんで、まあ、たまにね、はい、こういうふうにして、ちょっとどうでしょう。今ね、ボンドを用意してますけども、はい。まあ、ちょっと緩くなったら、こういう感じでね、ボンドをちょっと少し流し込みましょう。はいね、ちょっとだけ、まあ、こんな感じで流し込んであげれば、またね、少し摩擦力が
アップしますということでいいんじゃないでしょうかね。はい。まあね、もうこの状態でつけることはできませんので、これでね、終わりにしたいと思いますけども。はい。ということで、はい、こちらね、の板の紹介、ね、目隠し板の紹介でした。もうこれはね、廃棄というか、なんか違う場面で使いたいと思います。はい、以上ご視聴いただきましてありがとうございます。